はいはいはい、どうもどうもね。というわけで今日は音楽居酒屋の大将、スー大将が私落語をね、やらせていただきます。よろしくお願いします。へい、いらっしゃい。私、スー大将でございます。今日の番組メッセージテーマはこちら。今日のテーマは好きな時間。日々の生活を振り返って、あなたが大切にしてる時間や好きな時間を教えてください。というわけで皆さんからのね、たくさんのメッセージお待ちしております。それからね、音楽居酒屋一曲入魂へのあなたからの魂こもったリクエストも待っておりますんで、ぜひ皆さん送ってちょうだい。それでは今日は大将が謎かけではなく落語を披露したいと思います。居酒屋にてある男二人の会話でございます。あんたよく見かけるけど、この辺に住んでるんかいな。あ、私はですね、向こうの角を曲がって3軒目に住んでます。向こうの角を曲がって3軒目だって？それうちじゃねえか。何を言ってますか、3軒目は私ん家ですよ。大将、あそこのお客さん2人が揉めてるけど大丈夫かいな。大丈夫ですよ、あの2人は親子ですから。お後がよろしいようで。落語分かりましたでしょうかね。一応ね、大将のグダグダ謎かけもやっておきましょう。グダグダ謎かけ。居酒屋の定番、ビールとかけまして、大好きな恋人と解く。その心は、どちらも会わないと寂しいです。お後がよろしいようで。